末末映画館。はい、映画評論家の松崎拓雄でございます。このスタイルで今回もさせていただきたいと思うんですが、ですね、昨年の東京国際映画祭で上映された際にですね、ぜひ見てほしいということをこの動画の中でも言ってた作品がついに明日から公開になるということで、早速ご紹介させていただきたいと思うんですが、今回は庄司宏監督の最新作辰巳をご紹介したいと。今回はよ、腕の立つバラシ屋じゃねえとダメなんだ。何してんの？始末した証拠を残すんだ。それが俺たちのルールだ。耐えれるのあんたしかいないの。だから何やったんだよ。このガキはシャルパクったせいでな、ここで犯人探しが始まった。頼むわじゃねえだろう。それあ、お前もとんでもない子供に頼まれたな。添加プラグ下手ってるって言ってんの預けてよ。私がなす。誰が集めなだけよな。私は絶対にあいつを許さない。裏切ったってことだろうが。裏切っただ？おめえいつから俺の仲間になったんだ。いいか、俺はもう関係ねえから。やったぞ。これで終わり？おめえがまだやるっつうなら俺は最後まで付き合ってやる。はい、この辰巳はですね、2016年にこの剣と数という作品、こちらで注目された庄司宏監督の8年ぶりの新作で、長編としては2作目になるんですけども、8年も経ってんのかっていう感じが僕はちょっとしたんですが、実はこれはね、そのやりたい作品を成立させるために、まあわざわざ自主映画の道を、まあ、選んでこの辰巳というのを作ったというふうに庄司監督おっしゃってるんですけども、僕はね、やっぱこの作品見てもすごい映画だなと思ったので、前回その東京国際映画祭で上映の折にはチケット買える方は買ってみてくださいとお願いしたわけなんですけども、日本映画界はですね、もう積極的に庄司監督に出資すべきだと思わせる才気あふれる作品になってるので、まあ、今回はちょっとこう力を入れてね、ご紹介したいと思うんですけども、あらすじはですね、裏社会でですね、遺体処理を請け負う辰巳という男がいて、これをまあ遠藤優也さんが演じてるんですけども、で彼の元恋人の殺人現場を見たその元恋人の妹、これを葵という役を森田心さんが演じてるんですが、彼女がその復讐心を抱いてその復讐を手伝うというストーリーはね、本当に至って単純な物語なんですけども、じゃあこの映画何がすごいのかということをちょっと解説していきたいと思うんですけども、ポイントをいくつか挙げていくと、まず最初は顔なんですが、これはもう顔の映画だと言ってもいいぐらい、役者の顔が鍵になってると言っても過言ではない、そういう映画になっているというお話なんですが、この辰巳という映画のファーストショットっていうのは、その主人公辰巳を演じている遠藤優也さんの横顔から始まるんですけども、そのね、役者の顔で映画が始まるっていうのは、実はこう、剣と数もそうだし、この剣と数ってもともと2011年かなに、剣と数っていう、まあ、同じタイトルの短編があって、これブルーレイの中に収録されているので、ご興味ある方は見ていただいたらいいと思うんですけども、この剣と数の、まあ、その初期に作った作品ですよね。その作品のオープニングもいきなり顔のドアップで始まるっていうような演出がなされていて、もうね、その庄司宏監督の作家性のような刻印にはなってるっていうことなんですけども、僕がいろんな映画を見てて思うことがあって、それは何かっていうと、映画監督の中にはその顔を撮る監督と
まあ、役者の顔ですね。役者の顔を撮る監督と撮らない監督がいて、まあ、その撮らない撮る撮らないで言うと庄司監督というのは撮る方の監督なんですけども、これ撮る撮らないというのはどっちが正解で間違いとかっていうことでなくて、それはそれ各々のその演出スタイルなので、例えばまあ文字通り全く顔を撮らないっていうわけじゃなくて、そのショットに対する優先順位みたいなものが顔を撮るっていうことの優先順位が低い監督がいる。でそういう監督っていうのはどちらかというと映像美と呼ばれるものを構築する監督にすごく多くて、実景を伴った映像は美しいっていう風な監督に多いので、どちらが正解だっていうわけじゃないんだけども、その役者の顔を撮ってると、これはまた不思議なことなんですけど、役者を信頼してる感じってのが映像から出て、まあにじみ出てくるっていう、そういう感覚を僕覚えたりするんですよ。で、表情のクローズアップを撮るっていうのは、この辰巳に限らず、この剣と風が公開された時にいろんな評論家の方々がそれ指摘して、そういう、こうクローズアップを多用するっていうことは庄司博監督の作品の特徴になってるんですけども、その顔と顔のショットを編集でつなぐことによって、なんかね、感覚として顔と顔がぶつかるような、それによってアクションが生まれて、そのことがその人物同士の緊張感の源にもなってるっていうのが、この監督の特徴になってるんですけども、僕はやっぱその庄司監督っていうのは、そのセリフよりも雄弁な表情みたいなものを優先する、まあ、そのことを信じて演出してる監督なんだろうなっていうふうにまあ感じてるんですよ。で、そうすると、まあ表情しか撮ってないから、その映像美みたいなものはないんじゃないかと思ったりもしていたら、実はこの庄司監督っていうのは画面設計に対してやっぱものすごいこだわりを持ってる監督なので、構図の美しさも伴ってるっていうのがこれ特徴なんですよ。なのでこのね、ビジュアルになってるこの絵も、劇中に出てくるんですけども、顔と顔の配置みたいなものが本当絶妙で、その構図の美しさが伴うことによって、その役者の表情の魅力がより引き出されてるっていうのも、まあ、特徴になってるんですが、その顔っていうものを撮ることに対するそのこだわりっていうのは劇中でいくつか散見されるんですけども、僕が面白いと思ったのは、その、まあ、辰巳という男は遺体処理をする、まあ、違法に遺体処理をするんだけども、その時にペンチで歯を抜くっていうシーンがあるんですけど、遺体の歯をね、抜くのにその手元のショット撮ればいいのに、その口の裏側、口腔その口の後ろ側から、そのわざわざその口の中の造形物を作って、裏側からカメラでその辰巳たちの表情を撮ってるっていうような面倒くさいショットがあるんですよ。つまりそのこういうショットを整理させるためには、その口の中の造形物を頼んで誰かに作ってもらって、その向こう側に表情が見えるっていうショットを整理させなきゃいけないので、そのたとえ短いショットであっても、その表情を見せる、その観客に見せるってことがすごく重要だっていうふうなことを考えてるってところも、まあ面白いなというふうに僕は感じるんで、そういうショットをちょっと見ていただきたいなというふうに思うんですけども、2つ目は物語が非常にシンプルだっていうことなんですよね。まあその殺された姉がの復讐をその妹が遂げる、その助けをその辰巳という男がするっていう、まあ物語としては本当それ以上にその意外なものは何もなくて、まあ、決してその驚くような結末、まあ、待ってるようなものではないっていうような物語になっていて、例えばね、そのルック・ベッソン監督のレオンとか、トニー・スコット監督のマイ・ボディー・ガールとか、似たようなプロットの作品っていうのは古今東西で今までたくさん作られてきて、まあ、量産され尽くしてきたと言ってもまあ過言じゃないと思うんですけども、ただそのね、物語が単純であるからこそ、その辰巳という男がその葵という女性をまあ手助けしようとか助けようってすること、守ろうとするっていうことの動機に対して説得力がないと、そもそもこの辰巳っていう映画そのものが成立しないっていうことがあるんですよ。でそれでもね、そのこの多分庄司監督はその脚本を作るときにいろんなね、映画学校で習うことですけど、例えば起承転結とか上波球とか、あとまあハリウッドでよく言われる三幕構成みたいなものみたいな、その基本的な物語構成に既視感があったとしても、
複雑な人物造形みたいなのが加わることで重層的な物語になるんじゃないかって確信してこの映画を作って、まあ、そういうことに挑んでるっていうところがこの映画の、その物語はシンプルなんだけどもものすごくこう観客をこう前のめりにさせるようなその展開になっているっていうことの源じゃないかと思うんですね。で、おそらくその人物像を深く掘り下げることによっておのずとフィクションにおける登場人物に対してリアリティがまあ加わるんじゃないかということを信じて映画を作ってる感じがするんですよ。で、まあ3番目になるんですけども、そのリアリティを与える役者たちなんですけども、これがね、総じて面構えがいいっていう、まあ特徴があるんですけども、決してね、その、この名前があればお客さんを呼べるっていう俳優さんを使ってるのではないんだけども、みんないい顔をしていて、いい演技をしてるっていうのが、やっぱこの辰巳という映画の、まあ、魅力の一つと言っていいと思うんですけども、主演のね、辰巳の役をやってる、遠藤裕也さんっていうのは、このね山崎貴監督のデビュー作ですよ、このジュブナイルの時にこの、まあ、主演は香取慎吾さんになってるんですけど主人公のこの少年やってた方ですね、この遠藤裕也さんが、まあ、今もう30代になっていい役者さんになってるんですけど最近だとこの小野田っていう映画ね こちらに出てたりとかして、まあ、この小野田には、剣と数の加藤慎介さんも出たりするっていう、まあ、縁があったりするんですけども決して俳優人生の中でもうその最初のこのジュブナイルっていう映画で華々しく子役として出てきたけどもその後その彼が納得するようなその俳優人生を送ってこれたかどうかは世間的には分かんないんだけども僕は少なくともずっと諦めずに積み上げてその役者を続けてきたことが結果的にこの辰巳っていう役に結実したという風な感じがするので彼の演技っていうのは本当にねそれこそもう言葉が伴わない表情だけで見せるという演技が本当に素晴らしいんですけどもその相手役と言ってもいいこの葵という女性、こちらも彼女もね、もう男たちの鋭い眼差しにとかね、乱暴な言葉とかにはもう負けない、その精査にはひるまないっていうような、その強さを感じさせる演技をやってる森田心さん、松井大吾監督の愛した雨音とかで注目された方ですけども、ちょうどこの添松でも、レジェンド&バタフライの話をした、あの回の時に、彼女はレジェンド&バタフライで、次女の役で、ほとんどセリフのない役で出てるんですけども、彼女の演技が素晴らしいっていう話を、大友啓史監督と僕とで話してるので、ぜひレジェンド&バタフライの回もちょっとね、森田さんのことについてのところとか、皆さんちょっと見直していただきたいんですけども、まあ、彼女にとっても、これは今までのベストアクトになるんじゃないかなというような演技をやってる。さらに、この映画の中では、凶暴な沢村兄弟という本当にね暴力しか振るわないようなすげえ悪いやつが出てくるんですけどもその兄貴の方を演じてる、倉本智之さんという方がいらっしゃるんですけども彼はですね実はこれ映画で演技初演技役者さんじゃないんですよ。もともとその演劇ユニットのオーストラマコンドーっていうのを主催している演出家の方でまあね、演技、初めての演技と思えないぐらいの存在感があってですね、庄司監督とは、盆栽っていう舞台劇を一緒にやってて、庄司監督作で演出を倉本さんがやってたっていうような、まあ、関係性があって、まあ、この、これ、再演の方なんですけど、この再演の方には、辰巳と葵を助ける後藤っていう役をやってる後藤武則さんも出てたっていう縁があったり疑似家族的な仲間を描いた映画だけどもキャストにもそういうこう関係性みたいなのがあるってのもちょっと面白いんですけどもそもそもこの盆栽っていう作品はちょっと面白い大変面白いこう舞台劇になっていてスクリューボールコメディみたいなものを日本で成立させようとしてたっていうような、まあ、あの作品だったんですけどもその会話の積み重ねによって人間の本性があらわになったりとか連れ木とか確執が生まれていくっていうプロセスを丁寧に描くっていう舞台だったんですけどもそのことってのはこの辰巳の中で人間関係みたいなものの軋轢を描いていくっていうことにつながっていってたりとかあとまあそうですね辰巳にとっての兄
キテリな役をやってる、まあ、兄貴って言われる役をやってる佐藤五郎さんを、なんか全編瞬きをしないっていう、ちょっとこうね、異様な感じを出すみたいな、まあ、そうしてそういうこうね、面構えのいい男たち、まあ、森田さんもそうですけども、早草さんたちを見る映画になってるっていうのが特徴の3つ目かなと思うんですが、4つ目は、これは、庄司監督の、演出の特徴になるんだと思うんですけども、まあ、実景をほとんど用いないっていうのがあるんですよ。で、それは、今作に限らず、剣と数の時もそうなんですけども、庄司監督の作品では、実景のようなものを用いるのが稀だっていうのがあるんですね。で、例えばその漫画の入門書みたいなのも僕ね、その例えば、手塚治虫さんとか石ノ森章太郎さんが書いたあの、漫画入門みたいな本を読むと、最初、なんか場所の設定があって、部屋に移って登場人物が映る。だからドラえもんとかではのび太の家が映って部屋の中が映ってドラえもんとのび太がいるみたいなのを描くコマ送りをすることによってコマを作ることによってどこにいて誰がいるっていうようなことが分かるっていうのは基本的な漫画のコマの作り方ですよみたいなのがあって、それは映画にも応用できるので、まず場所を見せてから人物を見せていってまあアップになっていくっていうようなことが基本なんですけども、その中の実景を見せるっていうのは省いちゃうんですよ。で、この感覚っていうのが僕はどっかその旅行先に行った時の感覚に似てると思って、例えば旅行先に行って初めて行く街だとすると、その街のこうなんか位置関係みたいなのわからないので、最初なんかこうなんですかね、自分の視線に入るもの、視線に入るものでしか判断できなくて、例えば北と南、東と西が分かんないとか、自分がどの辺りにいるのか分かんないのが、いろんな路地を歩いていくことによっては脳内にあの地図が構築されて、だんだんとその街のことが分かってくる、全体像が見えてくるっていう感覚にちょっと似てるというか、そういう感覚っていうのをこうもたらしているのがあって、登場人物を取り巻く周囲 の状況が分からないからこそ、劇中の設定とか人間関係に対して観客が、まあ、能動的に理解していこうとするっていうな演出をわざわざやってる。で、同時にその表情のクローズアップとクローズアップをつなぎながらも、その観客がその位置関係、登場人物の位置関係とか場所の関係みたいなものを混乱しないっていう点でも僕秀でてると思うんですよ。で、例えば辰巳が映って葵が映ったっていうその編集を施してるんだけども、その辰巳がいるのは A 地点で、葵がいるのは B 地点っていう風に、あの時勢も場所も飛んでるんだけども、顔と顔をつないで間にその実景を入れずに場所を移動してるっていうことを表現するような大胆なその省略みたいなものが行われてるんですよ。だけどその例えばその表情が上手を向いてるのか下手を向いてるのかみたいなことだったり、同ポジにならないようにその画角、その人物が映る画角みたいなのを微妙に調整することによって、本来であれば場所が飛んでたりそのアップばっかりだからどこに誰がいるのかわからないはずなのに、それがあんまりこう混乱しないっていう、そのまあ整理の仕方ですかね、その脳内編集によって映像の仕上がりみたいなものを意識しながら事前にショット構成を練っているからこそ、そのアップだけの映像で編集をつないでるのに観客が混乱しないっていうのも、まあ、庄司監督の作品の方特徴になってんじゃないかなと思うので、そのあたりも結局顔と顔がぶつかってるように見える、それがアクションのような感じになって緊張感を生むっていうことのやっぱり源になってるんじゃないかなと思うんですが、まあ、この映画ね、その剣と数もそうなんですけども、あの日本のどこかみたいな無国籍感があって、例えば韓国の田舎なのか香港映画に出てくる港町なのか、なんかこうどこの国でも当てはまるような無国籍感があるんですよね。で、それに加えてやっぱこう人間っていうものを描くことに特化してるので、この辰巳っていう作品っていうのはどこの国に舞台を変えても成立するような普遍性、国際的な普遍性があるんじゃないかなと思うので、まあとにかくこの監督は本当に才能があると思うてるんですけど、なかなかね作品をもう、まあ、今回も8年ぶりに撮ったっていうことで、こうもっとこう応援していいその資金をね、こう潤沢な資金をもとにその映画作っていただきたいなと思うので、明日から公開になりますので皆さんぜひ応援していただきたいなというふうに思います。